どうも、ミネーです。今回からこの、ドラゴンクエスト 11S をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ドラゴンクエストのナンバリングタイトルが、初プレイなんですよね。ドラクエソードとか、あとヒーローズとか、あと、スライムモリモリとか、ああいう、なんていうんだろう、番外作品は結構プレイしてるんだけど、こういうね、ナンバリングが初めてなんだよ。めちゃくちゃ楽しみなんだよね。よっしゃ、っていこう。冒険を始める。冒険の書を作る。はい。はい。あー、名前決めれるんだ。え、でもなんか S って、あれなんだよね。ボイスがついてるみたいな話聞いたんだけど。ミネイと。まあ、とりあえずこれで、行こうか。正直、こういう RPG はデフォルトネームでいいんだけど、俺は。見ないで、はい。3D と 2D。あー、せっかくね。一応最新ハードでやってるからね。3D モードで。はい。はじめに、プレイ環境を設定できます。はい。振り仮名、まあ、どっちでもいいんだけど。まあなんかね、難しい漢字が出てきた時のために、はいにしとく出てこないだろうけどな。オート移動。あー、カメラか。いや、まあ、これで。初期設定で全部大丈夫だよね。これ見えるもんね。そんなめちゃくちゃ暗いとこないでしょ。ないかな？あるかな？あったら困るな。ん？なんか赤いな。なにこれ？モンスターが出入りしてんの？危ない、危ない、危ない。このモンスター何なんだろう。敵かい。すごい明るいところに。このヒラヒラしてるの何なんだろう。ヒラヒラ感を演出するためだけの紐かい。紐？黒いけど。日焼けかな。あら？あら？雨だね。こいつは動じないなぁ。城に向かってるってことはやっぱなんかあれなのかな。こいつが自爆してさ、城を半壊させてさ、なんかモンスターが攻めてくるみたいな。太いね。細いね。かっこいいね。あの子が、そうなのか。あの技がある。技？間違いあるまい。なんか意味語的な、そういう話？災いをもたらすみたいな。あ、あざ？あざって言うのかな、これ。まあ、あざか。バッチリ天使、おお、来たよ、来てる、来てる。来てるよ。ん？ドラクエってさ、そんなにグラフィック凝ってないのかなって勝手に思ってたんだけどさ。めっちゃ髪の毛のグラとかすごいな。え？燃えてる燃えてる。囲まれてるし。そんな急に焼くことあるかよ。この女の子は何だろう。あれかな？赤ちゃんの姉ちゃんかな？赤ちゃんが多分俺なんだよね。俺？まあ、俺か。自分だけ犠牲に。でもなんか3人ぐらい追ってなかったっけさっき。早かったんじゃねえか出んの。追われてるやんもう。で、どうなったんだ？めっちゃ綺麗だな、グラフィック。あ！これは俺だけ助かったパターンか。なんと！
赤ん坊がこんなところに。あの嵐の中無事でおったとは。笑っておる。ん？もしやこの子は。あ、なんか王家の紋章的な。あ、よしよし、手紙を先に読んでくれ。一人で心細かったじゃろ。大丈夫か、首座ってるか。グリーンってなったりしない。もう心配いらんぞ。初手でこの抱き方する人めっちゃ怖くない。え、どうなったんだ。16年、ああそうだよね、あのまま戦いに出られないもんな。立つよな、16年ぐらいな。あ、俺じゃん、俺かな。あの浮いてる木は何なんだろう。トランクスみたいな感じだね。剣背負ってるのもあるけど。ありがとね。あ、やっぱ名前は呼んでくれないんだ。無理だよね。ボイス自動送りオンに。ああ、これの方がいいな。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私でもほんとドジだよね。いつまで片目つぶって喋ってんだよ。俺は喋んないんだね。そういう感じか。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所私に登れるかな。え、何それ、成人の儀式みたいな、そういうこと。なんかバランス悪くない、お前。ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ、行こう。喋らないね、主人公君ね。俺全然喋んない。無口なのかな？シャイボーイかい？あ、お、すごいすごい。あ、ついてくるついてくる。え、なんか、でも RPG だもんな。ここで剣くれたりとかしないのか？呪文。呪文。移動中の呪文を覚えていない。ああ。そういうのもあるのか。おっと、待て待て、ミネ。どこ行くんだ？まだあ、やっぱ成人の儀式か。終わらせてないだろ。医師の村へ帰るのはまだ早いぞ。神の岩は反対側だ。さあ、頑張って行ってきなさい。はーい。ワンワン。すげえ呼んでるな。あ、なんか、話しかけて欲しそうな。ダンソン師匠とあなたのお母さん、ペルラが見送ろうと階段の上で待ってるよ。さあ、早いとこう行き。はいはい。そうそう、もし何をするかわからなくなったら、私みたいに吹き出しの色。そんな。メタ発言を。ピンクの人に話しかけてと言えばよ。迷ったら四角ボタンを押して地図を見なさい。それで僕たちの色がピンクの人がどこにいるか調べるといいわ。はーい。それから地図を見てるときに R スティックを使うと進みたい方向に変えられる。あー。こういうこと？あー、そういうこと？どっち向いてるかわかるってことか。はいはい。同じことを話すのは話すのか。はいはい。ね。あんたたち仲がいいわね。もう16歳になるんだね。いつも結婚できる年だね。もうおばさまったらいきなり何を言い出すの？お、まんざらでもないか、エマちゃん。ミネ、エマ、力を合わせて儀式に挑むんだよ。え、合わせていいの？そういうのって。斧が力でどうこうみたいな感じじゃないんだ。じゃ、数十人ぐらいさ、一斉にさ、なんか成人になったっつったらさ、めっちゃ、いいんじゃない？他人を蹴落としていけるんじゃない？自慢の息子はここまで、あ、おかん。お母さんとって、本当に嬉しいよ。いいか、エマちゃんは幼馴染だからね。あんたがしっかり守ってあげるんだよ。もしも道に迷っても、エマちゃんに頼れるパートナー、ルキが、あ、エマちゃんの頼れるパートナー、ルキについていけば迷わないはずさ。え、あの犬の力も頼っていいの？あ、父さん。ミネイと孫娘、エマ。二人が無事にこの日を迎えられて村長として、あ、孫、こっちのあれか。村長として、これ以上嬉しいことはない。よいな、16歳となったお主たちは、神の岩で、成人の儀式を果たし、一人前の大人にならなくてはいかん。神の岩の頂上で祈りを捧げ、頂上で何が見えたか、わしに知らせるのだ。そこまでが、成人の儀式だからな。何が見えたって何？道中わからないことがあったときは、三角ボタンを押して、仲間を選び、エマの話を聞くというのだ。聞いてみるよ。仲間。さてと。今日は私たちの16歳の誕生日。
今日の成人の儀式は無事終われば、私たちも大人の仲間入りよ。ルキったら案内はしゃいじゃって、私たちをお祝いしてくれるのかな。さあ、神の祝い行きましょう。まだまだしてるとルキに置いてかれちゃうわ。単独で行こうとしてんのすごいな。なんでこんなとこに突っ立ってんの。この先は険しい山道が待っている。だが安心しなさい。大地の精霊様が見守ってくださる。これなら成人の儀式を迎える二人を、きっと大自然も祝福してくれるはずだ。私もここで祈っているからな。うん、ありがとう。すごい棒立ちしてるけど、祈ってる感あんまないけど。ルッキー。あ、穴開いてんだ。めっちゃアトラクションみたいになってんじゃん。岩肌登んのかと思った。我ら意志の民、大地の精霊と共にありか。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。じとめ可愛いね。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてたもん。それじゃあ行きましょ。生まれた日一緒じゃないんだろうな。すごい可愛らしい見た目してるけど。でかくない？こんなでかいの？スライムって。スライムたちが現れた。よし。え、俺だけ戦うの？攻撃 A。 お、倒した。一撃か。いった。え、マジで犬にも攻撃すんの？気をつけて。今は戦いの行方を見守るな。体力減ってるとあれなんだ。相手の名前も赤く表示されるんだ。戦いの行方を見守っている。よし、倒した。スライムたちをやっつけた。6ポイントの経験値を獲得。おお、どっから出したんだ。薬草を道具袋に入れた。へえ、あんま出ないんだここ。びっくりした。あなたとルキのおかげで助かったわ。小さな魔物だったから運が良かったわね。俺こっからどんどん倒していくんだと思ってたんだけど。そういう話でもないのか。本当に登ればいいだけなんだね。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。まあ、岩肌登ってもいいんじゃない。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だしへっちゃらだわ。さあ行きましょう。へっちゃらかな。赤はいいね。もうへっちゃらって言ってくれたんだったらね、こっちも頑張りがいがあるってもんですけど。あいつあんなに先行して大丈夫かな。でも一本道でしょどうせ。そんなな、道案内してくれなくてもいいけどな。あー、めっちゃ綺麗なとこじゃんここ。狭っ。あ、いいねここ。あー、ここ観光産業とかさ、やった方がいいんじゃないなあ。あ、ねえミネ、また魔物がいるわ。まだ気づかれてないみたい。近づいて先に攻撃しちゃいましょう。フィールドにモンスターに近づくとオレンジ色のカーソルが表示されます。あー、先に攻撃当てると有利にことが運ぶのか。ほら、やった。1。スライムたちが現れた。よしよし、オッケー。まず1体。おお、犬に攻撃すんのマジでやめてくんねえか。おい、やった。4ポイントの経験値を獲得。1体2ポイントか。ん？こっちなんかいけそう。よし。多分なんかあるでしょ。ないかな。あ、光ってる光ってる。あれは？薬草。まあ、そうだな。それぐらいだよな。ここにあるっつったら。これでも普通にアクション RPG でもいいなって思ったけど、やっぱあれなのかな？それが微妙だっていう人も結構いんのかな？
まあでもそれはあれか、ヒーローズみたいな。行った。ほら、やった。あら。よしよし。まず一体。オッケー。レベル全然上がんないな。ちょちょちょ。よいしょ。経験値が今どれぐらい溜まってるかが知りたいんだけどな。作戦替え。これあれなんだ。自分以外のやつも設定でどうにかなるってことか。自分が選ばない。HP 結構減ってきてるな。 OK、 やっつけた。お、レベル上がった。最大 MP0 だったんだな。何もできないやつだったんだ。よしよし。攻撃力は2ポイント上がったけど、元から比べるとだいぶ上がってるように感じるな。え、なんかいるけど。スライムたちが現れた。よいしょ。まず一体。あ、終わった。てか犬のさ、普通のどつくような攻撃がさ、剣の一撃と一緒っていうのもなかなかどうなんだ。あ、いった。あ、でもレベル上がったらあれなんだ。HP 全回復なんだね。あ、いいね、いいね。じゃあバカバカ戦ってった方がいいのかな。てかこいつは何、殴ってよかった。モコッキーってのは怖っ。殺したやつの皮とか使ってるタイプのやつでしょこれ。警官にステップを踏んでいる。お、まず一体。よし、吠えなくていい、攻撃してくれ。あ、でも吠えられてめっちゃあれなのかな、犬好きだったのかな。吠えられてショックを受けてる。あー、どっち行ったらいいんだろう。そっちか。だったらこっちだな。なんか物がある方っていうかさ、不正解な方に行きたくなるよね。そういうのやるからあれだぞ。勇者、勇者は蛮族だって言われるんだぞ。すごいよね。他人の家に入ってさ、タンス漁ったりしてさ、壺割ったりして、許される職業だもんな。許されてんのかな？実はすごい陰でいろいろ言われてるかもしれないな。あいつ、あの人、世界守ってくれるからいいけど、こんなことする人だと思ってなくて、って。あ、裁縫場に持ってんのか。あ、魔法使える。使ってみよう。メラ。あ、強え。警官にステップを踏んでいる。よしよし。大丈夫？オッケー。これで終わり。どれぐらいなんだろう。残り10キルとかなのかな。何割とかかな。よしよし。お、抜けた？もう頂上まで。は、早いかな。エマちゃん、助けてー。なんでこんなとこの人が。マヌロ誰。大変、早く助けなきゃ。現時点では勝てない系の負けバトルかな。なんとかなるこれ。スモークたちが現れた。気をつけて。あ、戦う？あ、頑張るからか。頑張るだけか。メラ、いけるかな？あ、でも効いてる効いてる。いった。これどうだろう。これで。あ、これ物理攻撃汚いやつだ。多分。やっぱり。
どうしよう。MP 回復してくんない？あ、元気出して。すごい、すごい可愛い感じになってる。あ、いける。オッケー。ナイス。メロ。よし、一体倒した。驚きすくみ上がってる。あ、今だったら効くんだ。だったら、えい。ルキ大丈夫なのかな ?HP。結構高いよ。エマちゃん回復してやって。かわいそうだから。メラ。よーし、悪い。40ポイント。すごい。急に。てか、MP が倍になったんだけど。ごめんね。先回りしてエマ姉ちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも、魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと、今までなかったのに。それはそうと、ダメよ、マノロ。こんな危ないことしたら。さ、ルキと一緒に村に戻ってなさい。ルキめっちゃ見てるよ、そっち。うん。わかったよ。主戦力が。あの体験モンスターみたいな。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。半分も来てないんじゃないこの高さ。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょ。でもこんだけさ、霧っていうかさ、天気悪かったらさ、何が見えたかって言われてもさ、あんまちゃんとした答えにならないんじゃない？はい。ということで、ここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。